皆さんこんにちは、アンプビルダーの純一です。今日はですね、こちらプリアンプですね、紹介したいなと思います。で、こちらのですね、プリアンプ非常に小型なアンプですね。で、入力があって、出力があって1系統のものなんですけども、ボリュームとバスのコントロールがある、そんなですね、プリアンプになっています。こちらは僕の方で制作したものではなくて P&C さんの販売しているアンプになります。視聴用にちょっとお借りしてお使いさせていただいたような形です。で、大きな特徴はですね、実はここに NFB のオンオフの切り替えと、ここにバスブーストっていうですね、回路がついているんですね。この NFB の切り替えスイッチは、これ自体でこのオンオフしているわけではなくて NFB の量をコントロールすることができるんですね。それからこちらの、バスブースト、これはですね、その気管量をコントロールすることによって定域の量を、コントロールすることができる、回路がついているような形になっています。で、使用している真空管は、396A とか 2451 って言われている真空管が、それぞれ使われています。で、回路をねちょっと見てみますと、こんなようなんですね、回路になってるんですね。入力があってボリュームですね。それで、最初の真空管が入ってプレートフォロワーですね、そこでコンデンサーで直流をカットして信号だけが次の段に行って、信号が出てくると。で、出力に、そのまま行くんですけども、一部ですね、こちら NFB で回路が返ってきてるんですね。で、この返ってくるところにこの低域のねブーストの回路が入っていますので、ここのボリュームを変えることによって低域の量感が変えられるというような形になっています。そして電源系をもうちょっと見ていくと、非常にシンプルですね。真空管 6X4 の真空管によって整流しています。そして抵抗を使ったフィルターの回路ですね。真空管自身はダイオードですね、ブリッジダイオードを使った整流回路による直流点火式になっています。で、大きさを見ていくと、大体ですね、20センチの10センチ強ぐらいですね。本当にね、こうやってよいしょって片手で持てるぐらいの大きさに、すごいコンパクトにねまとめられたアンプになってます。これはお店の方で、取り扱いされているっていう、そうなので、ちょっとこれアンプにですね、興味がある方はP&C エレクトロニクスさんの方に一報ご連絡いただいたらいいのかなと思います。それからですね、よくプリアンプっていうものをわざわざ入れる必要があるのかっていう話をよくね、オーディオマニアの間でするんですね。で、僕の、人気の動画の一つに、プリアンプについて話した動画も人気ですごいたくさん見ていただいてるんですけども、これ以外に、自分で最近作ったプリアンプがあるんですね。で、近くそれは動画でご紹介したいなと思っているんですが、やっぱりプリアンプを入れると、なんていうのかな、その動画でも喋っているんですけども、パワーアンプを駆動するアンプみたいな形で、これを1個入れることによってすごいその厚みっていうんですかね、そういうものが出てきたり、その入れるアンプによっては広がり感が増したりっていうことで、だいぶですね、音の雰囲気っていうのが変わります。よく疑問に思われる方がいらっしゃるんですけども、その回路にわざわざ信号が通る流れの中に増幅素子を増やしてしまうと、信号がよりですね、忠実性がなくなるんじゃないかっていうようなことをね、聞くことがよくあります。でも、それいうものではないなというふうには思います。信号自身が基本的にほどですね、そういう電気信号を加工するような回路を入れない限りは、電気信号というのはそう簡単に変わることがないんですね。どちらかというよりも、それぞれのお互いのアンプとか素子を前の段がこうちゃんと押していけるかっていう形ですよね。ですから、パワーアンプであれば皆さんご存知のようにスピーカーを最後は動かすのが目的なんですけど、そのスピーカーを動かす前にトランスがあったり真空管があったりしますけど、それぞれのものを、それぞれの前のものがこうやって少しずつ少しずつ押していくわけですよね。それによって最後スピーカーを押して僕らの耳にこういろんな音が届いてくるわけなんですけども、そのパワーアンプの駆動をしてあげるのがプリアンプ、ラインアンプ、
そういった類のものになってくるかなと思います。そしてね、よくトーンコントロールの必要性、必要じゃないとかっていう話があるんですけども、私自身はコントロールっていうのはちょっとつけていいなと思っている派です。で、僕使っている JBL のスピーカーも必ず広域のコントロールがついてるんですね。それをちょっとこう変えることによって、そのバランスを変えることができます。これはね、やっぱりお使いのお部屋とかその人のそれぞれ耳の特性とかありますので、それはね、好きなようにバランスをとって、使ったら僕はいいなっていうのが趣旨であってもいいという、ふうに考えています。まあ、最終的に言うと、まあ、そのやっぱりプリアンプ、ラインアンプ、そういうものがね、1個あると、だいぶ違うかなと思います。で、これも今回紹介したのがこんなちっちゃいんですね。この僕の顔とほとんど同じぐらいのサイズですから、入れてもらうとだいぶ違うかなとは思います。ですから本格的なものは非常に大きいもの、高価なものもありますけども、こういう小型なものを少しね、その CD とパワーアンプの間に入れるとか、まあ、レコードを聴かれる方でしたらレコードとイコライザーがあって、その間にパワーアンプとの間にまたこういうものを1個入れるというようなことをするとですね、まただいぶ、こう音の楽しみ方みたいなものが増えてくるんじゃないかなと思います。今日はですね、ちょっとこの製品の説明とまた、プリアンプとかのねお話になりましたけども、最後までご覧いただきましてありがとうございます。またオーディオのね、関係の動画の方を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございます。